マラスキーのチェリーマラスキーのチェリーはカクテルやアイスクリームパフェなどの添え物としてよく使われる砂糖付けされた甘いチェリーマラスキーのチェリーは色の薄いチェリーから作られる収穫したチェリーをまず塩水につけそれから着色剤、シロップアルコール香味料などに漬け込む赤く染めたチェリーはアーモンドの緑に染めたチェリーはミントの香りをつけることが多い マラスキーノはチェリーの一種であるマラスカ種とそれから作られるリキュールに由来する。もともとは王族や裕福な人々のための楽しみとして生産、消費されていた。このチェリーは19世紀に初めてアメリカに輸入され、高級なレストランで供された。20世紀になる頃にはアメリカの生産者は現在のようにチェリーにアーモンドのエキスで香り付けするようになった。 1920年代の禁酒法時代に、オレゴン州立大学の園芸学の教授であった、アーネスト・ウィーガンドが、現在のようにアルコールでなく、塩水を用いる方法を考案した。したがって、現在のマラスキーノチェリーは、アルコール飲料のマラスキーノとは、歴史的な意味でしか関連を持たない。ありがとうございます。